名古屋大学環境学研究会で研究員してますのでです。どうぞよろしくお願いします。で、本日は、フードテックの国際要項ということで、培養肉の、政策の推進であったりとか、あと、環境への影響ですね。それについての、研究がいくつか、主要なものがありまして、それを、用いて、先ほど、そうですね、上田さんの方から、そうですね。提供していただいた、情報と被る部分もあるとは思うんですけれども、少し、説明させていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、今話した通りなんですけれども、話の流れとしてはこのようになっております。で、代替肉というか、培養肉に対する、政策の推進というのを、少し大まかに見ていったときにですね、政策の推進の中で、培養肉政策というものが最初から打たれているわけではなくて、例えば日本国内であれば、この緑の食料システム戦略の中で、代替的なタンパク質について推進をするという形で、細かに説明するというより、細かな説明があるというよりも、言及されていると。という形で、ここで、推進されるという形があるんだなというふうに、見て取れるということになります。それで、地域差というのもありまして、EU であれば、そうですね、代替的なそのタンパク質の推進と同時に、何がその書類の中で言及されているかというふうに考えていきますと、例えば持続可能性であったりとか、気候変動対策であったりとか、生物多様性保全、食料安全保障、経済成長、食品の安全性、あと、食料生産と技術革新で、経済全体の生産性を向上させていこうというふうな目的と一緒に、推進されていくということになります。で、国によっては、技術的に、そうですね、評価が高いような国である、アメリカであったりとか、イスラエルであったりとかというところに関しては、それぞれ、高次元での、政策においては、言及されている部分が、特に見ることができなかったということで、国によって、やはり、その国全体の政策から、地域レベルの政策までで、だいぶ、推進のされ方も変わってくるので、もしかしたらこれから、推進が進む中で、どの役所と話すかというのも変わってくるというのがあるのかなというふうに思います。で、次に、実際にその食品の規制のような政策になってきた場合、どのような傾向があるかというふうになりますと、プレマーケットアセスメントっていうふうに、英語では訳されているんですけれども、英語ではあるんですけれども、販売前評価というのが、重点に置かれている政策になります。で、EU に関しては先ほど、立川先生が言われたような形で、新規食品、ノベルフードという形で、それを評価していくっていう、安全性を評価していくというところが、重点に置かれている政策になります。日本においては、まだそこのところが、主要な政策というか、まとまっていないという部分になります。ですので、先ほど、上田さん言われたような形で、すごい早い、学習曲線で、追いついていかなきゃいけない部分っていうのは、まず、ここの部分ということになります。で、その他の支援策ということで、研究開発への支援が、行われているよということで、取り上げられている国としては、EU、シンガポールという部分になってくるんですけれども、これらの、国において、特徴的だなというふうに思うのは、先ほど説明させていただきました、高次元の政策ですね。例えば EU であれば、ファームトゥフォークストラテジーと関連する形での、その生物多様性戦略を推進するための研究政策と、研究政策において支援されるような形で、政策が推進されている、研究開発支援が行われているということで、全体の政策体系の中で、その長期的な、その高次元の政策の中で、研究開発支援っていうのが、
つながっていくという部分が、その研究開発支援をしているのが、まあ見出されている国、地域における特徴ということになります。で、それがまあ長期的に行われるのか、それとももう、省庁であったりとか、各行政で頑張ってもらって、こう、個別にやっていくのかということで、今後それで結果であったりとか、政策の例えば使いやすさというのが変わってくるのかなというふうに思います。で、先ほど上田さんが、牛肉とですね、コオロギで比較された研究について紹介していただいたんですけども、こちらの培養肉の方の牛肉に対するメリット、デメリットということで、そうですね、牛肉に関して、培養肉と、まあ、牛肉を比較した場合は、例えば土地利用の部分などを見ますと、培養肉の方が、まあ、その倍近く土地を使わなくて済むということで、マイナス 94% の土地を使わなくて済んでいるよという研究があったりとか、あと、まあ、ほとんど 100% ぐらいの量減っている、土地を使う量減っているという研究があったりとか、あと、まあ、水の利用についても同じような形で、まあ、100% 少なくて済むという形で、まあ、比較がされています。あとでまた、コオロギとまた計算し直せればな、というふうに思っています。で、次に、まあ、培養肉とですね、他の、まあ、肉であったりとか、まあ、代替肉に対する、比較ということなんですけれども、おそらく、ここで見ていくと、まあ、チキンですね、鶏肉と、あと豚肉っていうふうな部分を見ていきますと、なかなか培養肉の方が部が悪いような項目というのが、出てきますので、さらにその培養肉、豚肉、まあ、鶏肉と、まあ、コオロギという形でこう比較していくことによって、まあ、それぞれの商品のその環境における、立ち位置というのが、もうちょっとこう項目増やすと、消費者の方が何て思われるか分かんないんですけれども、まあ、明確にすることも、概算レベルではこれではできるのかなというふうに思います。で、立川先生が言われた、お話で研究されたところなんですけども、EU における昆虫食の動向ということで、先ほど、話をさせていただきましたように、ノベルフードとして、まあ、審査とされていると。で、ノベルフードって新規的な、まあ、食品っていうのは何かというと、まあ、消費されてこなかった食品であったりとか、あと、そうですね、原料。で、それが、まあ、市場で、まあ、販売されるためには、まあ、審査が必要になっているということになっています。で、昆虫食で、まあ、少し、まあ、ニュース的なものを調べたときに、じゃあ今、ヨーロッパで、普段食べられている昆虫食って何かっていうふうに言うと、なんかイタリアのチーズで、蚊に、発酵を、促進させるような形のチーズがあるらしくて、そのウジ虫が入っているチーズがあるっていうところらしいんですけれども、それ以外に関しては今、一つ一つこう入れる際に、まあ、審査が必要になってくるということになると思います。まあ、去年はすごい、まあ、画期的な年ということで、ミルワームで、先ほどお話があったように、まあ、ヨーロッパイエコオロギで、トノサマバッタというのが、承認済みになったということですので、こう見てると、コオロギだけじゃなくて、結構もう、あれなんですね、昆虫の種類ごとに、承認を取っていかなきゃいけないということで、それは、どこかで、こう、承認のスピードであったりとか、共通性を持たせる部分が必要になってくると思います。で、結論なんですけれども、まあ、フードテックであったりとか、まあ、代替肉っていうのは、まあ、一つ一つ個別の政策でやっていくこともできるんですけども、今は、まあ、高次元の政策にこう、引っ掛けていくっていうところを、まあ、見ていくということもできるかと思います。で、もしかしたら、地方の春日市さんの方でも、こう、大きな計画の中で、こう、くっつけることが、もしかしたらできるのかなっていう、そこのところがあれば興味深いなというふうに思います。で、今話しさせていただきましたように、国際的な相互認証整備もやはり必要になってくるということだと思います。あとは、そうですね、科学的なエビデンスって、先ほど、まあ、いろんな反応があるということだったんですけども、エビデンスが出せることによって、例えばより教育現場だったりとかには導入しやすくなるのかなというふうに思います。あと、風返しさんが、されているような形で、こう、ローカルレベルの産品振興というのが、どこまで可能になるのかというのが、やっぱり日本人視点で、コオロギを、まあ、商品化していくという中で、
やっぱり他の国とは違うような使い方ももちろん出てきますので、そこの部分が地域性になっていくのかなっていうふうに思います。はい、これがそうですね、今傾向として私自身調べて考えている部分になります。どうもありがとうございます。